はい、たてきです。今日はですね、ストップ水難事故と言いましてですね、ビーチに潜むね、落とし穴、トラフについてね、お話しようと思います。今日のお話はですね、まずビーチっていうものはどういうふうにできているのかっていう構造の話と、そして、ビーチの落とし穴、トラフっていうのは何かという話。そしてですね、動画の最後の方には、海水浴でね、注意すべき点っていうポイントをね、一つね、ご紹介しようかなと思いますので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。僕のチャンネルでは海や旅、あとダイビングのね、話題を中心に皆さんに何かお役に立つ情報をね、発信していきたいなと思っております。もしよろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。この時期からね、だんだん海水浴に行かれる方も多いと思います。今年はね、コロナの影響で海水浴場が閉まってしまうっていうこともね、たくさんありますが、そのおかげでもしかしたらちっちゃいね、ビーチに行ってしまったりとか、人が少ないところに行ってしまったりとかっていうこともあるかもしれませんが、その時にですね、あんまり周りが誰もいない時にですね、ビーチに潜んでる危険性っていうのをね、よりよく知っておくと、それを避けてね、海で楽しく海水浴できるかなというふうに思いましたので、ちょっとね、お話ししようかなと思います。まずですね、ビーチっていうのはどういうふうにできているのかっていうのはお話なんですけども、いろんなビーチがあると思うんですよ。砂浜のビーチとか、岩場の、ね、海岸であったりとか、あとは、サンゴがたくさん集まっていたりとか、いろいろあると思うんですが、ビーチっていうものをまず砂浜で考えて、基本考えてね、どういうふうになってるかっていうのをご紹介しようかなと思います。これがビーチの構成みたいな感じなんですね。ちょっと自分ね、イラストみたいな感じで描いちゃったので、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、こっちですね。こっちの方が、陸になります。陸からちょっと下がってきて、ビーチ、砂浜になってきて、そこから、波打ちが上がって海につながっていくというような状況になっています。うん。で、ビーチは大きく分けて3つ分けて言われていて、まずはですね、砂浜のところ、ね、そして、満潮の、底線というか、波打ち際から砂浜のところ、水が上がってこないところですね。このところをバックショアって言って、満潮の、底線、波打ち際と干潮の波打ち際、この間のことをフォアショアと言います。そして、干潮の波打ち際から海のことのことをこれね、オフショアと言ったりします。そして、ビーチをどのようにできるかというと、海がこうずっとね、波がこうどんどん押し寄せてきて、砂とか、それ水底に溜まったものをどんどん巻き上げてくると。そして砂とか、ちっちゃな、ね、サンゴとか溜まっていってビーチになるという状況なんですね。なので、波が動いている限りは、海というか、この砂浜は常に動いて変化しているということなんですね。なので、一定の、形でずっとキープされているわけではないというところですね。たまにはね、ビーチがなくなってしまったり、砂がさらわれてしまったりとかっていう話題もあったと思います。このビーチに潜んでいるトラフ、落とし穴とは何かというと、ここのことなんですね、ここ。はい。ね。これね、水がこう流れていくと、必ずこう引いてくるんですが、その時に、まあ、ある程度こうしっかりずぐっとこう、砂をえぐっていくというか、まあ、取っていく。その時に、取っていくエネルギーが強いところと弱いところにひょっとこうなってくる。そうすると、ビーチの干潮の底線のからちょっと離れた北昭側のちょっとところにへこんだ溝ができるんですね。これ、沿岸高度ってトラフと言ったりします。うん。ここにスポット落としてないんです。そしてそこから若干上がって、そこにサスができるという状況なんですね。水中の中で。これが一般的に、まあ、こういったことがあるよと。もちろんね、岩場しかないところはこういうことにならないこともありますが、砂浜っていうのはこういうことになりやすいというふうなね、ここで一旦へこむというようなところがある。これがトラフというものです。ね、皆さんもしかしたら経験あるかもしれませんけれども、こう、沖にこう、どんどんね、浅いところから出ていったときに、こう、あ、届くな、これぐらい前に行って、あ、届くな、足届くなって言ってるんですけど、突然一歩行ったらズボッとね、深くなって、ここから深くなっているっていうようなところ。これはおそらくトラフだと思います。こういったトラフは、海がこう動いている限りは、まあ、できやすい性質なので、どんだけ穏やかな、遠浅なところでも若干へこむところがあるってことなんですね。で、大人みたいなね、背が高い人たちがこういったところにスポッとはまっても、これもね、言ってみれば1メートルもゴボッとえぐれることはないと思いますんで、スポッと落ちたところで、おっと危ないって済むかもしれませんが、子供なんかがちょっと入ったときにね、ズボッといったときに、例えば20センチ、30センチの差かもしれませんが、それだけでもズボッとね、子供たちはね、まあ、溺れかどうかわかりませんが、顔がその、ね、そのまま水の中に入ってしまう。いうようなことになってしまいますので、特にね、波打ち際からちょっと離れたところにちょっとしたくぼみ、落とし穴が必ずあるんだよというふうな感じで頭で覚えておいてもらった方がですね、よりね、子供たちに目を行ったりとか、自分たちが遊ぶときでも注意するようになるかなと思うんですね。そしてですね、このトラフっていうのは、まあ、一箇所だけじゃなくて、できたら、まあ、いわゆる砂紋というか砂の波の
このね、形、砂がこうえぐられた波の形という形で、ここからズドーンと遠くへズドーンと一直線じゃないですけどもね、多く長くできるっていうところですので、その辺のところがね、気をつけていってもらいたいなと思いますし、実際にじゃあこのトラフっていうのはどれぐらいのところにできるのかっていうのは、これはもう日によって違うかもしれませんし、ビーチの形によっても違うかもしれませんので、これは上から見てもわからないんですよね。あまり波打ち際の近くでもね、もしかしたらちょっとしたね、えぐれてるところがあるかもしれないなというふうに思ってもらえればね、より安全に海の遊びができると思いますし、特に子供たちとかね、目を配るときでも、波打ち際だから大丈夫というわけではなくて、ちょっとね、奥に行っちゃうと、すぐね、深くなるよっていうような感じでね、注意してあげてください。そして、これビーチでね、遊ぶときのね、ちょっと注意点なんですけども、浮き輪をね、あまり信用しすぎないっていうところが大事かなと思っています。うん。特に、子供たちがね、こう浮き輪をこう周りに、こうね、体の中にこう、中にこう入ってですね、こうやって浮いてるような状況あるかもしれませんが、こういったトラフね、行ったときですね、足がついてればね、浮き輪っていうのは、こう、ふわふわ、こうね、右に左にっていう楽しいんですが、突然足の、ね、足元がスポッと抜けて、落とし穴に入ってしまった場合に、特にこの浮き輪とかはね、スポーンとこう、周りからズボッと抜けてしまうかもしれませんね。で、抜けてしまうと、子供は落ちる、まあ、跳ね返ってくるんだけど、流れはあるんで、浮き輪はちょっとその真上に行けなくて、ちょっと流れてしまって、うわ、助けてって、みたいなことになるかもしれませんので、あまりね、浮き輪を信用しすぎずに、しっかりとね、子供から目を離さずにね、海水浴を楽しんでもらいたいなと思います。こういった輪っかでよりかは腕につけるような、ね、浮き輪であったりとかっていう方がもしかしたらいいのかもしれませんし、まあ、何よりもね、そういったね、浮き具であったりとか、そういったものをね、信用しすぎないということは大事かなというふうに思います。ということでですね、そろそろ夏が始まりますし、海水浴シーズンになっています。なるべくね、海水浴の事故を減らすためにも、特にね、今年は、ビーチに人がね、少なくなるかもしれませんので、緊急の時にね、声をかける人が周りにいないかもしれないということもありますので、ビーチにある危険性を知って、ね、海水浴をね、安全に楽しみたいなと思います。今日はこの辺にしたいと思います。どうもありがとうございました。